ソフィー・ウィルメスは、ベルギーの政治家。現在は、同国第57代外務大臣、第70代ベルギー首相を務めた。改革運動所属。女性として、初めて、ベルギーの首相に就任した。1975年1月15日に、ブリュッセル首都圏地域のイクセルに誕生する。母方は、ユダヤ人であった。 ワロン地域のグレドワ層で育ち、ブルッセルの三類大学で、応用通信と、財務管理の学位を取得した。大学卒業後にファイナンシャルアドバイザーとして、法律事務所に勤務した。2000年に、イクルシ議会に当選した。2007年から2014年まで、フランデレン地域シントヘネシウスローでの財務、予算、フランコフォニー、教育、通信、地場産業担当第一議員。 2014年から2015年まで、ブラバント衆議会議員。2014年に、会議員に初当選した。2015年9月に第一次、ミシェル内閣のエルベジャマール予算大臣が、リエージュ州知事に当選すると、その公認に抜擢された。2018年12月に発足した第二次、ミシェル内閣では、予算、市民サービス、国営宝くじ、 科学政策大臣に任命された。2019年10月27日に、ミシェルの後任として首相に就任した。暫定的とはいえ同国初の女性首相である。2020年3月16日に、国王フィリップより、正式な政権の組閣を要請された。翌17日に新政権が発足したが、ベルギーは、新型コロナウイルス感染症の流行に、 対応するため議会での演説は、各党の代表者10人のみが出席を許され、残りの議員は、ライブ中継で演説を見守るという措置が取られた。2020年10月1日に首相を退任した。後任は、政権下で副首相兼財務担当省を務めた、アレクサンダー・デクロ新政権では、外務大臣に就任した。2009年5月。 オーストラリア人のクリストファー・ストーンと結婚した、ビクトリア、シャルロット、エリザベートの三女がいる。また、ストーンの前妻との間に位置し、ジョナさんがいる。ありがとうございます。